じゃあ収穫体験教えてください、はい、収穫っていうとナスビはどこを切ればいいですか、まあ、この辺りで切っていただいたら枝からこうピューってナスビの実になってるところのこの出だしのぐらいのところで直近にですね、もうプチンと切っていただいたらもう OK いいですね、はい、それで OK OK もうこれで OK ですか OK OK 立派ですねこれで ここでいいですか長さん、はい、そちらで切っていただいたら直近お立派なナスビこちらも切ってくださいこれもあ立派です。この辺りですね。はい、その辺り。これ貯金で。貯金と切ってもらった。もうはい、おお、これ、ね。取れましたね、これね。これ中田さんは一人でどん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 貯金やっていってるんですか。やってます。一人で作業？奥様お手伝いは？嫁さんは食べる人。食べる人。ね、気持ちわかります。同じです。でもこのふわとろなすびっていうのは中田さんもまだ栽培始めて間もない。今年初めて。初めてなんですね。これ時期的には？いつが収穫時期っていうか旬っていうのは旬は8月ぐらいです、はいはいはい、それからもうある程度なったら木が弱ってきますんでね、でもう次はこう剪定をして、うん、次の枝になったやつがこういうあのこれもあの後から伸びてきた枝なんでね、はい、あもう次の枝として伸びてるんですね、うん、伸びてきたやつでね、じゃあもうこのまま来年もあれ首引っ張るこれはもうこのなってもう終わり。あ、ここはまた次の畑何か違うものが。違うもの植えます。違うもの植えます。新たなるチャレンジです。永田さんは常にチャレンジしております。じゃあもうこれ今年最初で最後のふわとろナスですか。そうです。もったいないな。永田さんもったいなくないですか。まあ永田さんの好きなようにやっていただいたら。永田さんこれもしね奥さんがもう一年作りいいよって言ったらどうします。はいうん作るいいなそういう夫婦関係いいよなもうでもそうやって新しいことにもチャレンジしつつ、うん、今回も新しいこのふわとろナスなんですけどこれ食べ方として美味しい食べ方を永田さんが知っていらっしゃるということなんですけど一応あの柚子味噌を塗って、うんうん、チーズを上にかけてを焼くそしたら一番美味しいと嫁さんが言うてましたご本人は食べられません何でも言うようですが女子にバッチリですねこれちょっと今日食べることはできないですかちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいって走って行動が早いねすごいな本気だなやっぱり、ね、すごい元気なんだよ、ね、ということで永田さんご用意いただきました、はい、このお料理お名前はズバリ長ナスの柚子味噌チーズがけシェフは誰ですか本人でございます。すごい美味しそう。試食は嫁さんがしましたんで大丈夫。味は大丈夫。美味しそうじゃなくて美味しいで。美味しいと思います。と言っておりました、はい、奥様が。じゃあちょっと早速なんですけれども、大きいな。待って持つ時にもうすでにふわとろ感が。柔らかいんで。柔らかい。一番この料理が合うんではないかと。皮が残りますんで、うんまあ、どちらかいったこの身の部分だけこう削ぐようにあの食べ皮は食べないんですかあの多分口に残るもんですでも私皮好きだから食べれる気がする、まあ、食べれる人はいただきますおいしいめちゃくちゃおいしいこれナスビだけどナスビじゃないというかすごい本当にふわふわのそうですトロトロでこのチーズと柚子と味噌とすっごい相性がこれは美味しいわ僕もあの皮好きなんで言わずもうこのままガブッと、はい、残るでしょよおええフレッシュー取れたて、うん、あ取れたてあの 略してくださいましたフレッシュ取れたていただきましためちゃくちゃ美味しいワインとかに合いそうですねこれはあこの料理は美味しいでも和風ですよね、うん、柚子味噌でちょっと柚子の香りがして、うん、チーズと相まって美味しいんやね美味しいうん美味しいです美味しいねこれ取れたてです、うん、フレッシュって言ってくださいフレッシュそれはお願いします、はい、フレッシュあどうですか田田さんちょっとエッジ効いてない、ね、違う、うん、こうがつくよねフレッシュだそうですお願いしますはい
フレッシュだいぶようになった。だいぶようになった。だいぶよくなりました。ありがとうございます。毎回できた方、皆さんやっておられるんで、恥ずかしから。もうバッチリですもんね。田中さんでも本当に美味しい。ああ、よかったですわ。だから作った貝が初めて作った。うん。他のナスビとはまた違うナスの種類で、本当に口に入れた瞬間のふわふわとろとろ感。とろける。まあ、ナスビってね、本当に柔らかいものはありますけど、なんかそれがより一層旨味残したまんまふわふわとろとろな感じで美味しいね。煮込み料理にはあんまり向かないもんですわ。そっかそっか、確かにね、うん、それこそとろけてなくなっちゃうから、まあ、こういう形で、はい、あの料理されたら美味しいと思います、うん、こうやって美味しいお野菜これからも永田さん作ってくださいね、はい、楽しみにしております。今回ありがとうございます。続く限り、はい、新しい野菜に挑戦したいと思います。素晴らしい、応援しております。常に前進してる。ありがとうございました。ごちそうさまでした。